今日も左で試合を決めるのか。フィリピンのホープを迎えた西岡俊明、4度目の防衛戦。ラウンド1、試合が始まりました。 WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、西岡俊明4度目の防衛戦です。シルバーのトランクス、やはりそのチャンピオンのプレッシャーを感じているか。左ストレート、いきなり火を吹いた、いきなり当てました。しかしここは右のストレート、右のストレート、少し西岡、あれはもらわない方がいいですよ、狙ってますからね。さあチャンピオン、少しパンチを当てた、このラウンド左、しかし西岡の左、正面が来てくれればね、あの左が当たりますからね、モンスターレッド、バンゴヤン、バンゴヤンの右のストレートがまず第2ラウンド当たり、その後西岡も左のストレートを返した、右のストレート、そしてボディまで打ち込んできた、中に入り込んでくる、あ、かなりこのラウンド皆さん攻勢強めてきましたね。番号やん来ましたね、はい、左、普段通りの番号、皆さんパンチ伸びますね、伸びてきますね、そのリーチ差は、ま、全くないかも、左ストレート、左ストレート、さあ打ち込んでいく西岡、一瞬番号やんの動き、第3ラウンドも残り時間少なくなっています。ボディ、しかしそこを狙ってきた番号やん、追い込んでくる右のボディ、ボディを追ってくるチャレンジャーです。チャレンジャーも積極的なボクシング、大臣ダバオ出身の23歳、ニックネームはザ・ダバオヒットマン、強烈な右を持っています。あ、左を打ち込んでいったのは西岡です。あの右でね、あの左、距離をね掴みたい、の動きもしっかり見せながらという、左のストレートは西岡、右を打ち込んでいきました。バグマンが足を踏んでるんですね、前の足を、はい、西岡選手の前の足を踏んで打ってるところもありますね。あ、右打ち下ろしていきました。 WBC ルール、あ、右のストレート、あの右は速い、あ、右のボディ、まあちょっとローが多いですね。さあ、少しここもローブローになっているか。さあ、試合は第5ラウンドに入ります。第4ラウンド終了時点で今公開採点がありました。第4ラウンドに1点減点のあったバングヤンですが、ここまで西岡が40対35、39対36、38対37、3者とも西岡がリードと、最大で5ポイントが開いているという西岡の立ち上がりです。西岡選手だいぶ、ね、動き読めてきましたね。 A、しっかりとこの辺り西岡のパンチが見、西岡パンチ見えていると、左に行った、天下の宝刀、衝撃の左、第5ラウンドについに西岡の左が火を吹きました。さあ、来てますね、足に来てますよ、立ち上がったか、立ち上がったか、試合続行できるか、足に来てますよ、西岡の左、衝撃の左、打ち込んでいく、打ち込んでいく、チャンピオン西岡、打ち込んでいく、この試合も左で決めるのか、4試合連続の KO 勝利なのか。まだ時間たっぷりありますからね。さあ、第4、第5ラウンド残り2分残っている、アパハ打ち込む、さあ狙っている、さあ打ち込んでいく、チャンピオン西岡、4連続 KO 防衛に向けてパンチをまとめていく、見ている、さあ防戦一方だ、バンゴヤン防戦一方、かなり苦しい試合を止めた西岡俊明、4戦連続の KO 防衛成功、初防衛から実に4試合連続の KO 防衛勝利を果たしました。やはり左、モンスターレフト、衝撃の左、殿下の宝刀を左は西岡の年、西岡俊明に勝利をもたらしました。精度を上げてきたこの西岡俊明です。さらに成長を遂げるためにこの左、バンゴヤンの、ああ、もうバンゴヤンも気づいたらパンチを浴びているような、わあ、見事なストレートですね。まあこれで、まあ、もちろんその左は警戒されていながらでも左を当てられるという、はい、さらなるこの西岡の進化のようなものも見えた気がします。